さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはデイビー・ジョーンズ。パイレーツ・オブ・カリビアンに出てくる敵ってすっごく魅力的なキャラ多いですよね。前々回くらい、前々前世くらいで紹介したサラザールが、まあ、僕一番好きな悪役キャラなんですけど、まあ、このデイビー・ジョーンズもすごいこう魅力的なキャラですし、まあ、何よりこうなんか完全懲悪っていう感じがするじゃないですか。まあ愛はあるけどね、彼に関してはラーブがありますから。でそれから何だったっけ、お使ってみましょう。どんな、おー今出てきたのはクラーケンの力、それとも彼の口元の力、どっちなんだろうね。うん、いやでもなんかやっぱパイレーツ・オブ・カリビアン好きだからすげえなんかねかっこいいって思うんだよね。なんか他のやつ知らないやつを見ても何とも思わないんだけど、これかっこいいなと思うよね。あでも回して開けてっからやっぱりあれだね、クラーケンなんだろうな。うん、そもそもあの口元であんなペチ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 してもそんなに破壊力ないだろうしねなんでペチ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 ってっていう感じだけどね。うん、やっぱり なんといってもあのバルボッサもすごく魅力的だし、まあちょっとね生命の泉に出てくる黒ひげはあんまり魅力は感じなかったかな。なんか若干哀れなおじいちゃんっていう印象だったんだけど、まあ、どっちかっていうとねやっぱあれに出てくる一番最初に出てくる人魚さん、あの人超美人なんだよね。うん、あれは本当に美人。オーストラリアの人らしいですね。うん、で、まあ、あんまり大きな声じゃ言えないけど、まあ、あの、モデルで歩いてて、が出てるね、あの、写真なんかも出てるみたいですよ。うん。はい。ということで、デイビー・ジョーンズはクラーケン召喚して消去していくつもりでございました。では次回お会いしましょう。また、バイバイ。